タルティックだったらあの、うん、ケツ割り箸が勝ったってことですね。ケツ割り箸が勝ったアダルティックな感じで、はい、なんか豊かちゃん昨日落ち込んでたよね、うん、あれ豊かちゃんあのあれ一応あれにするあの懺悔で俺のなんていうのあれマスラオのあセコンドセコンド入場から豊かちゃんがやっぱいてもらわないと懺悔しようで腹巻きして白のあれしてで豊かちゃんにはあれで出てもらいたいんだよね。アドバイスとかうんぬんとかそういうのどうでもよくてもうあの豊かちゃんに出てもらいたいで勝った時に豊かちゃんを抱きしめたいもう豊かちゃんのおかげで勝ったんだよ。勝つとは限らないです。え勝つとは限らないそうだよそりゃそうだよそりゃそうですよ、うん、それはもうお互いいい試合を。でもなんか豊かちゃん攻めるのは皆さんおかしいと思いますよ。豊かちゃんとあの志向海の体重差だったらじゃあ豊かちゃんの管理俺がやるから全然俺でいいんであのかわいそうだよ。豊かちゃん50キロだから豊かちゃん50キロで100キロの志向海とやろうとしてんだよ。えそう最近なんかその喧嘩バトルロワイヤル、うん、え興行でですか。興行なの皆さんあれ興行なの詳しい人います。なんか俺もよく聞いてないんだけど豊かちゃんがなんか逃げたみたいなこと言ってますけどあのそれはないよそれはさすがにないよ。50キロと100キロの人がやるって豊かちゃんあれで女子だからね体重で言えば合ってるから分かると思うけど細いのよだけど動きがいいのよ。そんな人よ喧嘩は強いよ確かに豊かちゃんは。うんいや豊かちゃんは経験者ですけどやっぱブンブン振り回すブンブン振り回す100キロとはちょっと無理なんでそれ俺が譲り受けるんで全然大丈夫なんで。それもねなんか違う話だけど違う話なんだけど受けたいな譲り受けるんであの皆さん豊かちゃんを攻めちゃダメだってっていうことだから要は50キロなんてもう危険だから、うん、いやそれを興行が認めてるんだったらアホだからプロレスじゃないんだからそんなの。いやだって男性はどうしたって女性に勝てないでしょっていう話じゃんそんなの。でだから皆さんよくちょっと考えてくださいね。本当に豊かちゃんが弱いとか強いとかじゃなくて彼はあの経験者で選手ですだけど50キロ差はさすがにやばいっていう50キロ差はねはい50キロ差ダメだっていうことそれはダメですよそんなの。あのまあ豊かちゃんが逃げてるって言ってるのが俺は気に食わないの。豊かちゃん別に逃げてるわけじゃなくてあの興行が無理だからそんなの、うん、いや OK だったらやばいよね。そうっすね、うん、OK だとやばいでしょ。だからもしそれがね生きてるんだったら僕が代わりにやりますからね。おっ万年なんじゃないなんで言ってたかって私は言えるんだよふざけんじゃないわよはいふざけんじゃないわよってね